働きの3章のところなんですけども、何度もこうお話したところなんですが、生まれつき足の悪かった人、今では車椅子になる人ですけども、その人がいたわけですね。で、当時は社会福祉はなかったんですが、しかしユダヤ人はそういうハンディを持った人や傷んでる人を助けること、貧しい人を助けることが神に仕えることの奉仕の一部なので、社会福祉以上に確かだったんですね。だからその美しの門という宮の門のところに連れてきてもらって、そこに座って宮に入る人、今では教会ですね、そこに入る人たちに物乞いをしていたら、必ずこういくらかの物やお金がもらえたので、彼らはそれで生活を耐えていたわけですね。で、この時もそういうふうに、生まれつき足のいかなかった人がその美しの門のところに置かれたわけです。そしたらペテロとヨハネが2人でちょうど、午後3時の祈る時間、一日に何回かユダヤ人は祈る習慣があったんですが、彼らはイエス様を死んだ後その祈る習慣を知らなかったんで、宮に、ちょっと今の教会と違いますけど、宮に、新約的に言えば宮に来て、教会に来てお祈りに来たわけですね。ちょうどそこにいたので、施しを求めたわけです、この人はね。当たり前のようにね、別にみんなに求めるように施しをくださいって言ったら、ペテロが、その男の人をじっと見ながら私を見なさいって言ったわけですね。やっぱり施しをください、ね、お弁当くださいって言ってね、じっと見てですね、私を見なさいって言ったらですね、タルタ弁当かなんかいつもよりいいものもらえるかなと思うんでしょうけども、そしたらですね、私には弁当はないって言って、私には金銀はないって言ったわけですね。で、彼らが期待したのと違ったんですけども、で、しかし私にあるものをあげよう、ナドレネスの名にキリストになって歩きなさいって言ったら、で、これ、今日はここはあんま中心に話しませんけど、今日は右手を取ってね、言っただけじゃなくて右手を取って歩いたことのない人だから、ちょっと助けをしたんですね。そしたら立ち上がって歩き出したんですね。で、信仰ってね、ちょっとした助けが必要なことなんです。ちょっと手を伸ばしてあげると、信仰の足を踏み出せることがあるから、今日はこれは中心じゃないので、これ以上話しませんけど、どうぞ皆さんね、その助けの手となってあげてほしいと思いますよね。で、こう歩き出したんですね。これでも生まれて初めて歩いたもんだから、もう嬉しくてたまらなくて、こうね、神を賛美しながら宮に入っていった。この人が生まれて初めて立てるようになってきたことは、おどぎながら賛美をすることで宮に入っていったわけですね。杉野さんみたいだったってことですね。で、それで、なんです。で、今日はその話の中の、交換するんじゃなくて、6節を中心に話します。つまり、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげようと言った。で、金銀は私にはない。ここばっかり強調される。特に使徒の十字架では。で、ここを言うと、アーメンって言うけど、問題はここじゃない。金銀がなくてもあってもいいんです。問題は、私にあるものをあげようっていう、彼らは、ペテロとヨハネは、私にあるものをあげようと言って、イエス・キリストになって歩けって言って、そしてこの人が実際に歩くことのできるキリストを持っていたんですね。で、イエス様を信じている皆さんはキリストを持っている、持っているという言い方してるかもしれないが、キリストが住んでおられる。キリストを共に生きているはずなんですよ。で、この実質を皆さん、持ってらっしゃるでしょうかね。ペテロとヨハネは使徒行伝の2章で、聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされていました。その聖霊に満たされていた彼らは、この人を見たときに、じっと私を見なさいって言ったんですけども、しかし、彼はお金を求めてたわけですね。それは別に普通のことで、ね、生きていくために。で、ところが彼はあなたが今求めている金銀は私にはないけど、私にはあるものがあるんだ。ね、それをあげようと言って、ナダレのイエス・キリストになって歩けって言ったんですよね。つまり彼らは、いいですか、神学的にキリストを信じていて、うちに住んでたんじゃなくて、現実的に、実際的に、イエス・キリストという方が、うちに住んでおられて、共に生きていたのであります。これ大きいんですよね。いやね、聖の満たしを受ける、聖のバプテスマを受けると、この、キリスト、内住のキリストって言いますけれども、キリストは共に来ている、キリストは住んでいるということが、ですか？知識ではなくて、現実になるんです。今日皆さん現実になっているでしょうか、ね、ペテロとヨハネ、だから何でしましょうかね。後輩と先輩だから。ね。ね、でもいいや。一水としましょう。ね。都市と一水。都市と一水がですね、私を見なさい。私には金銀はない。そこまでは思いっきり言えると思うんですね。しかし私にあるものをあげようって言って、歩けっていうことができるかなんですよね。
本当はね、私はそれがあるはずなんですね。で、御霊の満たし、聖霊のバプテスマを2章で受けてた彼らは、本当にキリストをね、と共にいるという、その、なんていうかね、現実があったんですね。だって、このちょっと前までペテロたちはユダヤ人を恐れてたんですよ。彼らはその、なんていうか、バンバン言える、ね、あのなんかこう、なんかもうなんかこう、人が怖くなくてガンガン言うタイプじゃなくて、怖くて恐れてるタイプだったんですよ。弱い人だったんですよ。なのにこの時こんなに大胆に言ったということは、まさに聖霊の力によって、本当にイエス様がいるから、自分たちが何かできると思ったんです。イエス様は一緒にいる。このイエス様だったらやってくれるっていう、まさに信仰があったんですよね。でなぜそれがあったかというと、聖霊に満たされたからなんですけども、ここで今日二つまず話したい。一つ目はね、聖霊が激しく臨むとね、高知から来るみたいですね。パウル牧師がこの前ウガンダだったっけ、アフリカ行ったな。ウガンダに行った時に、すごく御霊に臨まれて、なんか、最初日本人が奉仕に行くとですね、なんかあんまり期待されてないみたいで、ね、奉仕も少なかったそうですけど、1回目の奉仕をして、ミニストリーはあんまりしないんですね、日本の人はね。でもね、うちはいつもやってるからやったら、技がいっぱい起こったんで、その後、いきなり集会が5つぐらい増えたって言ってましたよね。それで、ある時、その、向こうのベンジャミンさん、今日は、ちょっと言えなかったから、あんまり人数集まらないと思ってたら3000人集まったって言ってましたね。その時にすごい臨在で、ものすごい技が起こったそうですけど、その時思ったそうですね。死人が蘇ってって話を聞いたから、死人がいたら蘇るんじゃないかと本当に思ったって。そう思うぐらいの水害があったって言ったんですね。で、礼拝かなんかの時には、耳の聞こえない人に立ってもらって、祈って、その場ですぐにチェックしてもらったら、9人いたうち6人か7人が癒されたって言いましたね。生活する女性だけど。もうその場で立ってもらって、その場で祈って、全体をまとめてね。そしてその場で治っちゃったわけですよね。それだけある例の水害があるからです。同じことを日本ではまだできませんねとか言ってましたけど、ある例の水害があるからです。ある例の水害が来るときに、そういう力が来る。で、このときそういうものを持ってた。さて、これからその例の水害が始まるんですね。これは皆さん準備できてますか ?Are you ready? 本当にイエス様の例の水害が来ると、ね、本当にこう神の働きが始まるわけですね。そういう恵みにこれから預かる。いい時代に来ましたね。どう高ぶらないように、ね。私たちの信仰がすごいからじゃなくて、時代が違うからそういう恵みに預かれるんですね。そのことを忘れないでくださいね。でもう一つはね、じゃ例の水害があったらもちろんそうなんだけど、そうじゃなかったらダメなのかってことなんですよ。でもイエス様は本当にいるんですよ。感じようと感じまいと。そのイエス様に働いたいことのできる、ある秘訣があるの。そうじゃなかったね。神の言葉に立って踏み出すときにそれが起こる。御言葉に立って、間違いない真理に立って私たちが、思い込みじゃないですよ。間違いない真理に立って、御言葉に立って私たちが踏み出していくとき、神の技が起こるんですね。例えば、何度か話したと思うんですけども、先日起こったこと言いますよね。先日ね、飯塚でね、今月じゃなくて先月行ったときの、今月じゃなくて先月の、4月だね。だから4月行った時に、高野箇所聞いたんですね。その前に行った時、3月かなんかですね。行った時に、ある姉妹がですね、まあちょっと霊的にダウンしてたんですけども、そこで非常に神を振られて、ね、そして思ったんですね。もうこれからはね、もう、よし、もう心を定めて、ね、賜物を持ちようって、真剣に祈ろうと思ったんですって。で、ご主人が、もう結構ご年配のご主人です。ご主人がね、ちょっと、いろいろハンディっていうか、病気があって、でも腰もなんか痛くて、もうちょっと明らかにね、お尻のあたりがこう盛り上がっててですね、ちょっと病気だったんですね。それでお家帰ってからね、もう心を決めてて、そこに手を置いてね、真剣におったんですって。ね、そしたらですね、ね、もうこれから何があっても祈ろう、治ろうと治る前と祈る。それでもとにかくやろうって決めたんですって。それでこう手を置いて真剣におってたらね、手が熱くなってきたんですって。どーっと思ってもっと真剣におってたらね、その、逆だすいません、盛り上がったんじゃなくて、落ちてたんですね。こうなんかグッてね、もう本当に落ちてたんところで、ね、こう祈ってるとね、ガーッと手が上がってくるんですって、肉がついてきて。それで一瞬ね、自分の手が感覚おかしくなったのかと思って目を開けてみたらね、びっくりしてこう、それでこう、お父さんちょっと開けてみてって、こう開けたらね、それがね、本当に盛り上がってたんですって。びっくりしたって。びっくりの同時に感動したって。うわー、私が祈っても起こるとか思ってね。ほいでね、でもね、
またすぐ落ちちゃいけないと思ってね、すぐ言わないでこうになったんです。それ土曜日で、私土曜日気遣い行くから。で、日曜日の礼拝の時に、やっぱり、ね、見てもらったら、やっぱりちゃんとだったんで。月曜日、病院に行って、病院の先生見てもらったら、先生はびっくりして、どうしてこんなになったんだ、不思議だね、って驚かれたそうですね。それで、その成果があった時にはもうすでに2週間ぐらい経ったんですけども、あ、もっと経ったの、1ヶ月経ったのか。ああね。で、それで、完全に治ってたんですよね。これはね、その人は心を決めたんです。もう祈ると。で、賜物を用いていこうってメッセージを聞いて心を定まった。そしたらですね、ご破壊が始まったんですよね。今ね、心を定めて御言葉に従い始めると、神の破壊が起こるんですね。で、同じようなことがね、ペテロ伊藤牧師、ね、島原ゴスペルクラブが今週あるそうですけども、今週は熊本オンライン集会もあるんですよね。司会者の方は島原ゴスペルクラブしか言ってくれませんでした その時に伊藤牧師が来てくださいますけど、ペテロ伊藤牧師はですね、奥さんがね、ハンディ持ってらっしゃるんですね。で、なんか難しいなんとか病気でですね、30歳まで生きれたらいいだろうと。もう30歳まで生きれたらもう十分だということで、30ちょっと過ぎた頃に、ああ、言うと分かっちゃうから年齢がすいません。その頃に、本当に痛くなって、ちょっと体を触るだけでも痛くなったんですね。どこだったっけな、ね、どこでしたっけ、なんかほいでね。で、それで、もう本当にこう、大変だった、介護してる方も、ちょっとこう、なんかあるだけで、ギャーワーって言ってね。ほいで病院に連れてって、大学病院に連れてったら、先生が言ったんですね。来るべき時が来ましたねって。で、もう、つまりもう、死を待つだけですってことです。で、一つは、痛みを散らすための、麻薬みたいなのを打って痛みを散らすか、もう一つはちょっと手術をしていれば少し伸ばせることができると、少しね、ほんの数ヶ月伸ばすことができる、どっちか選んでくださいって言ったんですね。ほいで二人でね、落ち込んで、特に伊藤牧師は奥さんがですね大好きだからですね、だからですね、もうね、本当にですね、もう落ち込んで帰ってきてですね、二人でね、どうしようかと思ったの。その頃、死の十字架にちょうど移ってきたんですね。そして熊本の方でその蒼天祈祷のことを言われて、教会にも行くようになったり、教会にない時は自分たちで蒼天するようになったで、聖書感謝してくれためて、そして聖書を読んで語りかけを受けるってことを学んで、こうやの時マルコの16章かな、病人に手を置けば病人は癒されますというところの聖書の言葉を聞いた時に、なんかすごい心に響いたんですって。それで単純に、そうか、病人に手を置けば病人は癒されるんだ、もう単純に、まだ新学生でもないんですよ。もう教会来、ね、救われたも言いましたけどね、うちの教会来て、ママは間もなくて、蒼天始めて間もない頃ね、そうか、病院とか病院に癒されるんだって、もう単純に信じて、その、ちょっと触ったけど見たがるんですけど、そーっと触って、でも真剣に、イエス・キリストに会って、癒されよって言ってましたね。牧師たちがいつも知ってるのは、そのまま、そのまま真似して、キリストにって、癒されよ、治れ、出ていけとかってこう、真似したんですって、その通りに。それでパッと起きてやったら、でもね、治ると思ってないんですね。って言ったら、痛くないって言ったの、奥さんがね。で、本当とか言ったらね、本当に痛くないって。じゃあ、ってこうちょっと揺すってみたんですって。痛くないって。本当に痛くないのとか言って、ガーって吸ったんですって。で、痛くないって言ったんですよね。あれでね、実は学生の、ボランティアの学生の方が泊まりかけて聞いてて、その人も一緒にその場にいて、びっくりしたって。今生きてるでしょ。聞いてないから言っちゃおうかな。やめておきます。年上で後で怖いから。ね。もう30をはるかに超えてますよね。はるかに。ね。はるかに超えて半世紀生きてますからね。もうつまり、今も元気に生きてるんですよね。治っちゃったんです。これはね、見事です。この時、伊藤さん、そんなすごくあれだかったわけじゃないけど、単純に神の言葉に踏み出したんです。その時、うちに住んでおられた、伊藤さんの家に住んでたイエス様が、彼の手を通して御言葉通りに働かれたんです。いいですか？イエス・キリストは、通りに働かれるんです。信じるなら。そこに踏み出すときは、だから、そうですね、ところがね、さあここでね、
だって一つは霊の損害があるときに死が起こる。もう一つは御言葉に踏み出すときにまた起こるんですが、御言葉に踏み出すとき、どういうとき踏み出せるか、あるいはどんなとき、どうすれば霊の損害が受けれるかというと、ここ見たら分かるんですけど、2章でペンテコステで彼らは集まって祈ってたんですよね。先週話したこと覚えてますかね。説教書を書いたのが石田さんなので、ね、先週の話のポイントはどこにあったかというと、教会に集まって祈るところですよね。教会に集まって祈る。で、実はこの教会に集まって祈るとき、霊の添いかけを受けるの。また御言葉に単純に従って御言葉に踏み出す力という日が与えられるの。これ来るんですね。なぜかというと、例えばさっき言いました、その飯塚の方は教会の集会に来て、ここで御言葉を通してすごく力を受けて、そしてそうだ祈ろうって決めて踏み出したわけですね。伊藤牧師も教会に来て蒼天祈祷に来るようになって、蒼天祈祷で祈って、そこで教えられたことをやったら踏み出したわけですね。わかりますかね。実はね、新約時代教会にすごく大きなポイントがあるんです。そう、教会に集って祈るってことはものすごく大きなポイントなんですね。これを時に覚えてる。だから教会から引き離そうとする。ただしオンラインの方はね、その21世紀の形ですから、これもオンラインで共に集っていることも教会の形ですね。スカイプで一緒に祈れば、離れていても一緒に祈れますから、これも一つの形です。だからここに来なくても、ね、そこから来て一緒に霊的に祈ることができますからね。それそうなんですね。で、これは大きいんです ね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいんですね。で、これはね、今度はこっちからなんですけど、もう一つ言いたいことがあるんですよ。何が起こったかって言ったら、彼らは本当にキリストを持ってたんですけど、その時彼らがしたことは何かって言ったら、金銀を与えたわけじゃないんですよね。教会は結構ね、金銀を与えることに一生懸命のところが多いわけです。もちろん金銀も与える必要があります。個人の働きをするのに、食べるものを与えなきゃダメです。どんなに愛を語っても。愛があるなら食べ物を与えないといけません。ね、住むところと、ね、服も必要です。当然。ね、だからその通りなんです。しかし、中心は金銀じゃなくて、ナザレの人って歩けてった。なぜそう言ったかというと、結局、なんで金銀がこの人に必要だったかというと、歩けないから自分で稼げないので、金銀が必要だったわけです。もし彼が根本的に歩けるようになって、根本的に歩けるようになれば、彼は自分で生きていけるんですよね。この方がはるかに確かに、つまり根本的な解決を与えてくださるのは神様なんです。本質から作り変える、根本から解決してくださるのは神様なんですよ。ではね、皆さんの人生にいろんな問題が目の前に許されているかもしれません。私たちはともすればそこを助けてって言うんですけど、神様はそうじゃなくて、私の根本から作り変えようとしてくるんですね。あれで、何度も話しました、ダビデ村上牧師の話ですが、今日はそこにポイントを置いて話しますからね。同じ話ですけど、ダビデ村上牧師はお酒もタバコもギャンブルも好きでした。全部証があります。死を信じると全部益になりますよね。で、何かというと、全部証がありますけど、今日はそのギャンブル編。彼はギャンブルをして、ね、で、まあ、お酒もタバコあって、借金がいっぱいできちゃった。で、奥さんに言えなくなって、仕事はちゃんとするんですけど、借金ができちゃった。それで、保険に入ってたので、彼は思った。もう最後は死んで、保険でこの金を払って、あとは家族を楽にしてあげようって。で、昔はね、自殺した場合は保険出なかったけど、最近はね、出る保険があるみたいですね。絶対良くない。自殺してる人出てくると思うから。それで何かというとですね、で、彼は本気で思った。で、滝のところに飛び込んで、滑って転んで死んだように見せかけて、で、保険金で全部借金を払って、それで家族もちょっとその後楽になって、最後の家族孝行ということで、真面目に考えた。ね。それでね、死のうと思って、滝のところに行って、滝を見つめながら、怖くてできなくて帰ってきて、2日やって3日目、ついにもうお酒を飲むしかないと思って、お酒を飲んで飛び込むことに決めて飛び込んだんです。ボンって飛び込んだらザーッといったんで、あ、これで死ねるんだと思って、あーって思って、パッと気がついたら浅瀬で立ってたんです。流されて、あの大きいのにね、石田さんに負けないぐらいだよね。流されてハッと立ってたん。その時ですよね、声が聞こえた。私のところに来なさい、私のところに来なさいってはっきり聞こえた。それはイエス様の声だと分かった。その瞬間、涙が溢れて止まらなくなった。
これで、こっからが面白い、ね。ちゃんと着替えを持ってたんです。ね、死にたはずの着替えを持ってたんで、これがダビデ牧師の着替えを持っていたので、着替えて、教会に行ったんですって。で、ここが面白い。ところがね、その時本当に神がやってね、それ以来、全くギャンブル興味なくなった。全くしなくなった。面白いのは、借金はなくならなかった。懸命に働いて、買い続けておりまして、でもそのおかげで、懸命に彼が働いて、本当に神様を信じて、真剣に信仰を持って働き始めたから、まず夫婦関係が良くなった。もう離婚する夫婦だったのにね。そして、家族バラバラで、もう娘たちは、その地区の警察がよく知っている娘さんだった。長女も次女も。警察で超有名な長女だった。あの伊藤牧師が長女に会うと怖かったって言ってましたね。今はすごくね、なんかのんびりしたお父さんの優しい子ですけどね、昔を知ってる人はびっくりしますよね。あの伊藤牧師が恐れを感じて近寄れなかったってわけだから、ね、ところがこの家族が本当に一つになった。ある時長崎教会キャンプでみんなで一つの円卓囲んで食事してましたよね。あれ昔を知ってるから考えられないですよね。で、借金はほとんどかかってきて、もうちょっとだけです、もうちょっとで完済します。私、完済した後がね、彼らの本番だと思ってるんです。で、分かってるんですね、彼もね。面白いですよね。神様はお金をポンと与えてくれなかったんです。根本的な解決なんですよ。もうギャンブルそのものからの解放、お酒やタバコからの解放、そして逆に懸命に忠実に働いて神様を信じながらやって、家族そのものが一つになるっていう、もっと根本が来た。分かりますか？多くの人は目の前の解決ばっかり求めてる。でも神様が与えるのは根本の解決なんです。本質の変換なんです。で、それをイエス・キリストはお出来になる。期待してください。神様はあなたも、あなたの愛するものも根本から作り変えることが出来なんですね。そしてね、本当に神様はね、私たちを祝福してください。だってこの人ね、この時お金もらえなかったけど、歩けるようになったわけでしょ。生まれて初めて歩くんですよね。いやー、これね、ぜひ杉野さんにちょっとやってもらいたいね、なんかね、これね。ね、こんなって、ちょっと私がやるとなんか、へんてこな踊りでね、なんかアフリカの人にも恥ずかしいですね。アフリカだってすごくダンスがうまいからね。これね、こうね、なんかね、こうなんかこう、本当に踊って喜んで入っていって、当然仕事したと思いませんか。そして、今度は施しを与える方になったと思いませんか。この方がはるかに幸せでしょう。どんなにたくさん施しをもらっておいしいものを食べても、自分の足で歩いて働いて、今度は逆に施しを与える方になる方がはるかに幸せでしょう。それを与えたんです。でキリストはそれを与えられる。キリストを信じるってことは、そのキリストがうちに住まわれて、そのキリストと共に生きることになるから、その働きを担えることになる。いや、素晴らしいですよね。キリストを信じてるってすごいと思いませんか。もっと喜んでよ。グレートジョイですよ、本当に。これがキリストを信じてることなんですよね。で、そしてその正論の添い換えが起こってくるとき、こういうことが顕著に現れてくるんですね。で、それが今、その時代に今入ろうとしていることなんですね。どうも皆さんね、そのことを覚えてほしいと思います。で、皆さんの人生にもいろんな問題が許されているかもしれませんけど、神様はそれを、もちろん目の前の解決がお出来になるんですよ。誤解しないでください。しかし、その根本のところに触れてね、神は解決を与え、勝利と癒しを与えをされると思います。でもさっきのダビデ村上牧師はね、一応教会に行ってましたけど、ダメだったんですね。だから奥さんがね、祈ってたんですね。断食して、取りなしてね。そしたらね、その時、主の手が動いたんですよね。だからね、教会に集って祈るってことはすごいんですよね。で、奥さんもその頃いっぱい問題持っててね。面白いな。一回ね、うちに、縛られたところでね、泣きながら来るんですよね。いや、分かった、本当に分かってきたらね、もう親として母親として何にもしなかったってね、もう自分のこと言っていっぱいでね、もう泣いてて、やっとね、余裕が出てきて分かったら、母親として何にもしなかったってね、娘はこんなになったのは当たり前で、本当になんかもう、
もうなんかもう悔やためても悔やためてももう本当にどうしようもないとか言ってね、泣き泣きたことがあったからね、あ、やっとわかりましたかって言って、ね、その通りですねって言ってね、もう本当にどうしようもなかったですねって、下手な気休めっちゃダメですよ、事実なんだからね。だけど十字架があるから許されるだけじゃないって、その全部のマイナスがプラスになるって、よかったですねってね、信じましょうって、ね、本当に悔い改めたら信じれるんです、全部プラスになるって。で実際今ね本当に祝福されてるじゃないですか。この前地震の時ですね、言ってましたよ、次女が、ね、一番パニックって言ったのはお母さんだとか言って ね, ね、お母さんあんまりパニックると私たちはパニックれなかったとか言ってね本当にこうね、家族が一つになってますよね、夫婦も一つになってる、あったですよね。で今ね、主のところに来るで、あの人はね、教会だ、教会が行くとこなかったから、恵みですよね、教会しか行くとこない人に幸せですよ。5年後、10年後、今いっぱい幸せな場所を持ってる人よりも必ずあなたの方が幸せになる、かけてもいいです、本当に教会の心を定める人は必ず幸せになる。世なんてのは簡単に裏切るし、その時栄光があったって人間っていつまでも栄光の中にいないから、簡単に裏切ってしまうし、人々なんて簡単に離れるんだから。でも本当に変えて神様のとこに来てたら、本質を作り変えてくれて神様は感謝してくださる。これはね、やっぱりね、やっぱり神様の素晴らしさです。でそのキリストの祝福を受けると同時に、私キリストはいるから、信じてる人はキリストはいるから、そのキリストの働きに預かれるんです。で皆さん、どうぞこのキリストを持っているので、皆さんの前に傷んでる人、困ってる人がいたら高ぶらないで、いいですか、本当にへりくだって、でも私にあるものあります、私はキリストを一緒に、このキリストがあなたの人生変えてくれるから大丈夫よってね、イエスキリストを信じて幸せになりましょうって、キリストを信じて癒してもらいましょう、キリストを信じて祝福されましょうって言って、確信と信仰を持っていってください。おどおどしてはないね、キリストを信じたら幸せになられると思うんだけどとか、そういうのダメ確信を持って言っていただきたい。キリストが共にいるから、そのキリストを通して神が働くんです。で自分を見たら、あ、いっぱい賭けがあるでしょうけど、ペテロを見たら賭けは山ほどあるんです。サタンはきっとここに潰れたでしょうね、コケコッコーとか ね、あれここら辺でです ね、2度裏切り3度裏切りでなんかね、節付けて歌ったかもしれません。サタンは過去を責め立て、お前にそんな資格なんかないっていうん、お前はどうしてもダメだっていうん、言わしておきなさい。私たちはキリストが共にいて十字架がある、十字架で許され、復活の力に満たされて、キリストが働いてくださる、私たちの何かじゃない、私たちの何かではなくて、共にいるキリストが働かれる、そのキリストに働いていただく、ありますか、このことをね、覚えておいて、だからそのキリストに働いてもらうんですね。でこれからね、その働きをね、共に見ていきたいというふうに思います。はい、早いけど最近早いんです余計なことは言わないって決めたから、ね、まあ、今日はここまでにしておきたいと思いますけれども、ね、せっかくマンマから来てくださってますからね、キリストっていうのは私たちの罪の代わりに十字架で亡くなってくださったの知ってますよね。福音聞かれましたよね、彼女は聞いてる。福音って聞いたことありますか、ゴスペル、ない、全然ないって。あ、というか、あ、ね、人間は神に作られたんだけど、神様に背を向けて生きてしまった結果、一生懸命生きてるのに神様に背を向けてるので、いけなきゃいけなくなったんですね、どんなに一生懸命生きててもね。でもイエス様の十字架を信じると、向きを変える、方向を変えるってことなんですけど、神様を信じて歩き出すと、罪はね、影は一緒にできるように、罪はあるけど、もう罪の中は歩かなくてよくなるんです。でキリストがこの十字架で何をしたいかといったら、彼は罪がなかったのに、私たちの罪の身代わりとなって、裁き、呪い、病、全部引き受けて十字架で死んだんですね。だから十字架ってね、かっこよくないんです。世界で最も惨めで汚いんです。みんなネックレスしてますけどね、本当は一番汚いんです。だけどイエス様は全部代わりに裁きを受けて、実際に地獄に黄泉に下ってくださった、私の代わりに。
ところが彼はそこで復活したんですよね。だから本当にイエス様を信じるとどういうかというと、許されるだけじゃなくて、さっき言ったようにどんな最悪も神様が逆転してプラスにしてくださる。だクリスチャンというのはですね、よく言えば希望を持ってる、悪く言えばどっか抜けてる。どんなに大きな問題があったとしても、自分がどんな大きな問題を書いたとしても、目の前に問題を持っている人がいてほっとけなくなるのは、自分の問題に関しては必ず解決するって根本的に信じてるんですね。必ず十字架があるから、復活があるから、なんとかなると思ってる。なんとかなれるってことを知ってる。だから目の前に困っている人がいたらイエス様がいるからほっとけなくなる。これはね、なんか人の良さじゃなくて聖霊の力だと思います。でぜひね、こういう機会にキリストを信じて、本当に神様と共に生きる人生、神と共に歩む人生を知ってほしいと思います。これはね、祝福に満ちた人生になりますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、お祈りします。天の